ではね、私が動画来た間にエレベーター到着いたしましたので利用いたします。あちらに見えているのが富士屋でございます。あれ見かけなくなりましたから最近はね。はい、ごめんなさい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乗車可能となりました。これオーブジェと間違えるところですよ。オーブ行きだけど、あちらの車が3インチ一番、あちらがね、特急日田号ですね。グリーン車ですね。少しね、こちらでね、方向転換を行います。岐阜でございます。岐阜でございます。こちらが私が名古屋白岡でね、いました列車でございます。飛騨号です。まあ、いつこの通りね、左向きになっていると思いますけどね。こちらもですね、置き換えられますからね。 HC85 型に発車でございます。では出発進行。では金華山ですね。有名なところ、まだ発車しませんよね。私出発進行と申しましたけどね、発車でございます。先頭のパノラグリーン車の一人掛け座りたいですね、一度ね。本日空いております。先にいらっしゃいましたね。あれが高山駅でございますね。かなりの時間ですよ、あの列車乗車すると。まあ、便所ついてますから心配はいりませんけどね。発車でございます。同時にグリーン車でございます。これはディーゼル特急ですね。私が北海道で、ね、乗車したディーゼル特急。本日は増結でございます。重量編成ですね。これは数えてませんけどね、多分重量でしょうか。電車が入ってまいります。この列車は折り返し普通列車313型です。こちらがまりですね、豊橋行きになります。新快速ですか、普通列車ですね。8両編成です。この列車は各駅に停車します。時刻11時乗車位置は48分です。1番から8番です。
ース1枚来ましたが少し暑くなりましたね。いいお天気です本日も。ほとんどね雨らしい雨というのは少なかったです。まあ、その点ね良かったです。電車参ります。まもなく六番線に新快速大垣行きが到着します。新快速ですが普通列車です。の内側までお下がりください。この列車は8両編成です。手が痛くなければね、まあ、少し動きがいいんですけど。乗車位置は丸印の1番から到着いたしました。8番です。3H3 型です。青春18切符のね、乗り継ぎ乗車ね、そうでしょ。でも空いております。慌てなくてもね。では岐阜行きを発車いたしました。約岐阜西岐阜大津に終着大垣ですね。大垣でね前原方面に連絡しております。Okay.